キング・デビッド・ホテル爆破事件とは、1946年7月22日に、過激派シオニストである非合法組織イルム軍によって、引き起こされた爆破事件。この事件により91名が死亡し46名が負傷した。当時のパレスチナは、イギリスの委任統治領となっており、ホテルもイギリス政府の役所、特に委任統治政庁とパレスチナ及び、 トランスヨルダンのイギリス軍司令部として利用されていた。1946年6月29日、イギリス政府はユダヤ人武装組織に対応するため、アガサ作戦を実行し、ユダヤ機関から文書を押収した。押収された文書には、ユダヤ機関に都合の悪いものが含まれており、これを消し去るべく、イル軍はホテル爆破を立案し、ホテルに爆弾を仕掛けた。イル軍は、 爆弾を仕掛けたので、ホテルから退去するようホテルに警告を行った。しかしホテルの従業員はこれを無視し、イギリス当局へ直接警告が伝えられることはなかった。同じ警告を受けたパレスチナポストは不安に思い、ホテルに連絡を入れ、ようやくホテルのマネージャーに警告が伝えられた。爆発の数分前に彼は、イギリスの役人にこれを伝えたが、避難は指示しなかった。 爆発によってホテルの南側部分の西半分が崩壊しホテルに面した道路や隣接した建物にいた者にも死傷者が出た警告した時間及び警告そのものは適切であったかなぜホテル側は避難を指示しなかったかについては結論が出ていないこの事件はイギリス委任当時代において最悪の惨事となりその後の中東戦争期の爆破事件よりも多数の 死傷者を出している。1967年にホテルは商業施設として再オープンし、2006年には爆破事件60周年の記念碑が建てられた。アガサ作戦で逮捕されたシオニスト指導者イギリス軍は6月29日にイスラエルでは黒い土曜日として知られるアガサ作戦を実行した。この際、ユダヤ機関の捜索を行い文章を大量に押収した。 中には、ユダヤ機関と、暴力行為の関与を示すユダヤ機関にとって、都合の悪い情報も含まれていた。情報は、キングデイビッドホテルに持ち帰られ、南側部分にある委任当地政庁のオフィスに、保管された。イル軍は押収された文書を葬り去るため、南側部分の爆破を決定した。庭園側から見たキングデイビッドホテル1932年に、開業した、このホテルは、 エルサレムで最初の近代的で豪華なホテルだった。6階建てでアルファベットの愛の形をしており、北側部分と南側部分は中心の長い構造でつながっている。ジュリアン・ S ウェイという大きな道がホテルの西側に沿って走っていた。フランス領事館に面し、ホテルの入り口に通じる未舗装の路地はそこからホテルの北の端まで走っていた。 公園となっていた庭園とオリーブの木立ちが周囲を取り囲んでいた。1930年代のロビー1946年、イギリス移民統治成長はホテルの最も南側を占有するようになった。軍の本部オフィスも南側部分の最上階と中央部分の3階、4階と最上階を利用していた。軍の電話交換機は地下に設置されていた。 別館は憲兵とパレスチナ警察の捜査課が使っていた。1938年の後半に客室は接収されたが、これは一時的なものになるはずだった。予定では委任統治政庁と軍装司令部のための、しかしこれは第二次世界大戦が勃発すると中止となった。この時点でホテルの客室の3分の2以上は政府や軍のために使用されていた。 1946年3月、労働党に所属する国会議員、リチャード・クロスマンは、私立探偵、シオニストのスパイ、アラブの王族、特派員、その他もろもろ、皆そこでお互いに盗み撃をしていた。と述べている。セキュリティの専門家、ブルース・ホフマンはホテルについて、イギリスのパレスチナ支配における中枢神経であったと記している。イルグの作戦部長、 アミチャイパグリンは射程4マイルの遠隔操作可能な白。イギリス軍はこれを V3 と呼称した。1945年にこれを用いた警察署攻撃の後、キングデビットホテルの南にある公園に6門の V3 が隠された。3つは政府の印刷所を狙い、他の3つはホテルそのものに狙いを定めた。ジョージ6世の誕生日に攻撃を行う予定であったが、 ハガナーは、その計画を知ると、ユダヤ機関の手でコレックを通じて、イギリス政府に警告した。軍の工作部隊は、無事にこれを発見した。また他にも組織は不明だが、手榴弾をホテルに投げつけた者も,もいた。これは狙いを外れ当たらなかった。ハガナーの指導者は、はじめはこのアイデアに反対であった。しかし1946年7月1日に、ハガナーから作戦を承認された。 ハガナーの総司令官モシェスネーは後にイル軍を率いることになるメナヘムベギンに手紙を書いた。内容はチックでの作戦を遂行せよというものであった。チックとはキングデビッドホテルの暗号名である。計画の承認が出たにもかかわらず、ハガナーからは情勢の変化に応じて実行を延期する要請がたびたびなされている。最終的にイル軍の作戦部長、 アミチャイ・パグリンとハガナーの精鋭部隊、パルマッハの隊長イツハクサデーによって計画が確定した。一般的なミルク館計画では、リーダーのギデオンはスーダンジムウェイターに扮し、その他のメンバーはアラブ人に扮して、地下の従業員入り口からミルク館に隠された爆発物を持ち込むこととなっていた。ミルク館は、ラリージェンスという地下にあるレストランの支柱に置かれることになった。 その支柱はイギリス政府のオフィスの大半を支えていた。計画の最終確認で攻撃は7月22日11時に実行することが決定された。その時間なら爆発が起こるエリアには誰もいないだろうし、さらにホテルへの侵入も容易であろうと思われた。14時以降になると常に客で溢れ返っていたので爆弾を仕掛けるのは不可能だと思われた。 またデイビッド・ブラザーズ・ビルディングにある政府オフィスを攻撃するレヒの作戦が存在し、攻撃時間はこれと同時に作戦を行うためでもあった。しかしこのレヒの作戦は中止となった。イル軍は民間人の犠牲を最小限に抑えることを目的としたという。イル軍は全員が避難できるように明確に予告をしたと述べている。後にこれに関して ハガナーとイル軍の間で問題となった。ハガナーはオフィスにもっと人がいない時間、より遅い時間に攻撃をすべきだったと指摘している。警告の送信に関して、またイギリス当局がどのように受け取ったのかについては論争となっている。イル軍の代表は爆発の前に警告を十分に行い、ホテルから避難する時間は取れたはずだと今までずっと主張し続けている。 例えばメナヘム・ベギンは爆発の25分から27分前に電話で警告を行ったと著書に記している。イギリス政府は警告が送信されたことを否定しているとよく言われる。しかし、イギリス政府は警告が送信されたことに関しては否定していない。爆破事件の5ヶ月後、全ての調査が完了した際に警告が行われなかったのではなく、 権限を持つ人間に警告が伝わっていなかった。と述べている。アメリカ人の著述家、サーストン・クラークは、電話警告の時間と爆発の時間を分析している。イル軍は16歳のアディーナ兵を雇い、攻撃前に3度を警告させている。まず最初に12時22分に、ヘブライ語と英語両方で、ホテルの電話交換手に警告が与えられたが、これは無視された。 ちなみに委任当地政庁と軍はそれぞれ別の電話交換内を持っていた。12時27分、2回目の警告がホテルの北東に隣接するフランス領事館に送られた。2度目の警告は真剣に受け止められ、職員は建物をくまなく調べ、爆風の影響を軽減するために窓を開け放ちカーテンを閉めた。12時31分、3回目の最後の警告が新聞社、 パレスチナポストに送られた。電話交換手はパレスチナ警察の捜査課にこの情報を知らせ、その後ホテルの交換内にも知らせた。ホテルの電話交換手はホテルのマネージャーにこれを伝えた。結果、ミルク缶が発見されたが、それはあまりにも遅すぎた。爆発は12時37分に起こった。警告を無視した理由については、 当時にセの爆弾情報が頻繁にあったのが一因かもしれない。事前に爆弾が探索されている事実からすると当日より以前にデマ情報があったようである。ホテルは厳重に警備されており全ての攻撃は無駄になると考えていたためイギリス政府は警告を無視したと主張するイスラエル側の人間もいる。ベキンは彼の回想録でユダヤの過激派に 避難の目を向けさせるためにわざとイギリス政府は退避しなかったと主張している。パレスチナでの正午過ぎ、ロンドンの UPI 通信社はユダヤ人テロリストがキング・デイビッド・ホテルを爆破した。という短い伝文を受け取った。これを送った UPI の特派員はイル軍のメンバーで彼の仲間たちをスクープしようとしていた。作戦が時間単位で延期されていることを知らなかったため、 彼は作戦が完了する前にこの伝文を送信してしまった。支局長はさらなる詳細と確証が、加害者たちはベとト・アハロン・タルムード・トーラーで7時に落ち合った。この時初めて標的の情報が知らされた。攻撃には全部でおよそ3 5 0ラムの爆発物が使用された。ベギンによれば、デイビッド・ブラザーズ・ビルディングの攻撃が中止になったことについて、 会議を開くため、作戦は延期され、当初の予定より1時間遅れの12時頃に開始された。トラックで乗り付けたイルグのメンバーはレストランに入ると、厨房で働いていたアラブ人を1箇所に集め、爆弾を設置した。爆弾は30分後に起爆するようセットされ、彼らはアラブ人の労働者に10分後に逃げ出すよう指示した。彼らは素早く立ち去り、 ホテル街の道路にあった小さな爆発物を起爆した。伝えられるところによると、これは当該地域から人を遠ざけるためであったという。事件直後の警察の報告では、この爆発は被害の拡大を招いたと述べている。つまりホテルから矢印馬を南西の一角に集めることになってしまったのであるが、それは地下に設置された爆弾の真上だったのである。実行の際に、 イル軍は2名の死亡者を出した。アブラホム・アブラマビッツとイツーク・ザトックである。イスラエルの歴史家、シュムエル・カッツによれば、イル軍の説明では2人はホテルへの侵入の際に、イギリス兵に疑いをかけられ小さな銃撃戦となり、撃たれたとしている。元イル軍メンバーのフーダ・ラ・ビードートの説明では、設置後の撤退中に撃たれたとしている。イギリスの政治家、ニコラス・ベサルや サーストン・クラークラは、後者の説明に同意している。ベサルによるとアブラマビッツは、他の6名と共にタクシーを拾って逃げたという。ザトックは、徒歩で他者と一緒に逃げ出した。両者ともに、エルサレム級市街のユダヤ人地区で警察に翌日、発見されている。アブラマビッツは、発見時点で、すでに負傷が元とで亡くなっていた。 事件後に夜間外出禁止令の出されたテルアビブとイギリス空挺隊員1946年7月イスラエル国立図書館所蔵爆発は12時37分に起こりホテル南側の西半分が崩壊したすぐにイギリス工兵部隊から救助隊が到着したその夜遅くに工兵は8時間交代で作業するよう3つのグループに分けられた 救助活動は、その後3日間続き、トラック2000台分の瓦礫が除去された。残骸と瓦礫の中から6名の生存者が救出された。建物が崩壊してから24時間後に、最後の救助者が発見された。ほぼ無傷に見えたが翌日にはショックを起こしなくなった。91名が死亡し、ほとんどはホテルか成長に勤務するものだった。21名は、 政府の幹部職員49名は事務員やタイピスト、ホテルや食堂の従業員13名は兵士で3名は警察官、そして5名は一般人だった。国別に見るとアラブ人41名、イギリス人28名、ユダヤ人17名、アルメニア人2名、ロシア人、ギリシャ人、エジプト人がそれぞれ1名だった。また49名が負傷した。 死者や負傷者にはホテル街の道路にいた者や隣接した建物にいた者も,も含まれる。死者のうち13名は身元が確認できなかった。死者の中にはイル軍のシンパー、ユリアス・ジェイコブスやシオニストの作家、エドワード・スパーリングもいた。爆破事件はイギリス世論を刺激した。イギリスの新聞ではユダヤ人の武装勢力に勝利したという政府の 生命に水を差したと論じた。ガーディアン氏はイギリスのパレスチナにおける強行姿勢がテロを活発化させ国を悪い方向に導き政府の目指すものとは反対方向に進ませていると論じた。庶民委員では怒りを表明する者もいた。元イギリス首相のチャーチルは熱心にシオニズムを支援してきたがこの事件を批判した。またこの事件を 委任統治の問題と関連づけ、パレスチナへのユダヤ人移民をもっと許可するようといた。パレスチナ委任統治の長官、ジョン・ショウは、死者の大半は彼の個人的なスタッフであったと述べている。そして、イギリス人も、アラブ人も、ユダヤ人も、ギリシャ人も、アルメニア人も、幹部職員、警察官、私の付き人、私の運転手、メッセンジャー、護衛、男も女も、 老いも若きもみんな友人だった。と語った。当時のイギリス首相、クレメント・アトリーイギリス首相、クレメント・アトリーは、庶民院で次のように述べた。栄光ある諸君は昨日エルサレムで起こった凶暴で残忍な犯罪の恐怖を学んだことだろう。パレスチナで起こったすべての不法行為とここ数ヶ月の多くの恐ろしいことは最悪である。テロリズムの馬鹿げた。 行いによって93名の無婿の人々が殺されたか廃墟に行方不明となっている。最新の報告では41名死亡、52名が行方不明、53名が負傷となっている。現時点では次に述べるエルサレムからの報告以上のものは持ち合わせていない。この不法行為を行った者を特定し逮捕することに全力を挙げる。 残骸の中から救助する人員は直ちに組織され、救助活動は続けられている。被害者の肉親には、正確な情報が分かり次第電報で伝えることとする。この卑劣な蛮行で死傷した方の関係者に深い、同情の意を表明する。事件以前に、モントゴメリーが、司令官として赴任した際、彼は、旅団長のイブリンバーカーに、将兵たちに次のように言い聞かせるように語った。 敵は残酷で、強信的かつ狡猾だ。その上誰が味方で誰が敵か知る術はない。女性テロリストも存在し、モントゴメリーによると、地元住民との交流は止めざるを得なくなった。爆発の数分以内に、バーカーは、モントゴメリーの考えを命令として下すことを決定した。娯楽施設、カフェ、レストラン、その他の店、住居に至るまで、 ユダヤ人の場所は他と隔離することになった。この措置は軍にとって大変なことだろうが、理由を全て説明したなら皆納得すると確信している。彼らを孤立させた場所に追いやり、我々の別紙を明らかにすることでユダヤ人を罰しよう。と彼は締めくくった。彼の言葉は反ユダヤ主義と受け取られ、ユダヤ人を憤慨させた。 命令は2週間後に取り消された。パレスチナの英米合意は最終段階に入っていたが、事件はこれに対してイギリスの方向性を変えることはなかった。1946年7月25日にアトリーはアメリカが衆国大統領トルーマンに7月22日にエルサレムで起こった非人間的な犯罪はテロリズムに対し強い対応を取ることを求めていますが、 ナチズムの被害者である向このユダヤ人のことを思えば、可能な限り早くパレスチナに平和をもたらすように立案された政策の導入を阻止すべきではありません。ユダヤ人の政治的指導者は、公然とこの事件を非難した。ユダヤ機関は、犯罪者の一団によって引き起こされたひるいなき悪行と表した。しかし実際には、イル軍は、ユダヤ人抵抗運動に応じて活動しており、 ユダヤ機関によって管理された組織だった。ユダヤ民族評議会は爆破事件を非難した。エルサレムポストによると、ハガナーはキングデービッドホテルの攻撃を認可していたが、世界規模の非難があったので、事件とは距離を置くようにした。という、パレスチナのユダヤ系新聞、ハッツォフは、イル軍の加害者たちにファシストのレッテルを貼った。イル軍は、事件の関与について、 声明を発表し、ユダヤ人の犠牲者を追悼し、イギリスの警告への対応に問題があったと非難した。一年後の1947年7月22日、彼らは新しく声明を発表。抵抗組織の連合本部から手紙で指示を受け、できる限り早く、キングデビッドホテルにある政府の役所を攻撃するよう要求されたと述べた。伝えられるところによると、ベギン自身は悲しみ。 そして怒っていた。ホテルが避難させず、結果として、イル軍の方針に反して、民間人の死傷者を出してしまったことに対し彼は、怒りを感じていた。イル軍のラジオ放送は、ユダヤ人の犠牲者を追悼するが、イギリス人に対しては行わないと公表した。なぜなら、イギリス人は、ナチのホロコーストで死んだ100万人ものユダヤ人を追悼しなかったからだと説明された。 一番被害の多かったアラブ人に対しては哀悼の意が示されることはなかった。シオニズムに共感していたイギリス労働党のリチャード・クロスマンは事件の直後にハイム・バイツマンを訪れている。シオニストが起こす暴力行為に対するバイツマンの複雑な思いは会話の中で明らかとなった。彼は事件に対して非難はするものの事件の原因については同情的であった。 キング・デビッド・ホテル爆破事件について話題に上ると、彼は激しく叫び始めた。私は、あの子たちを誇りに思わずにはいられない。それが、ドイツ司令部であったのなら、ビクトリア十字章を受けることもできただろうに。爆発が起こった時点で、委任統治の長官だったジョンショーは、彼のオフィスにいた。オフィスは、ホテルの南側部分にあったが、崩壊した西側ではなく、東側にあった。 ユダヤ人の過激派組織は死者が出た責任を章に転嫁しようとした。北京はホテルから避難させることを怠った責任が章にはあると述べた。警察官が章に電話し、ユダヤ人がホテルに爆弾を仕掛けたと言っています。と伝えると、章は私はユダヤ人から命令を受けるためではなく命令を与えるためにここにいる。と応じたと語る。 1947年のイル軍の広報誌、ブラックペーパーでは、ショーはホテルから退去することを禁じたと述べている。彼は職員に持ち場を離れないよう命じた。結果彼の同僚は亡くなったが、彼はこそこそ逃げ回った。ショーはこのように100人近い人間を死に至らしめたのである。この中にはヘブライ人や我々の同志も含まれていた。と記してある。ベ京ンは、 参謀長イスラエル・ガリリから事件翌日の7月23日にこの話を聞いていた。ベサルのインタビューにおいてガリリは章についての話は後にイスラエルの情報機関の長となるボリス・グリエルからのものだという。ボリスは AP 通信局長のカーター・ダビッド・ソンから聞いたとガリリは答えている。サーストン・クラークはガリリとグリエル両者にインタビューを行い、そこでは グリエルは情報元であったことを否定している。ガリリはショーが警告を受けていたという証拠を何一つ提示できなかった。カーター・ダビッドソンは1958年に亡くなってしまったので、ガリリが言ったことについて確認は取れなくなってしまった。ショーについての話は実際のところ、イル軍から批判をそらすためにハガナーが吹聴した根拠のない噂で、 責任を賞に被せようとしたものだ。とクラークは評価している。イル軍の幹部だったシュムエル・カッツは後に、その話はもう終わりにしてもいいだろうと記した。1948年、ベギンとイル軍広報誌の主張を繰り返し報道する新聞11種ロンドンに対し賞は名誉毀損の訴訟を起こした。新聞は弁護できず、賞に対し全面的に謝罪した。 ショーがユダヤ人から指図は受けないと言ったという主張について、そのようなことは今まで述べたことはないし、私を知るものなら、性格的にそういうことはないと思うだろう。ユダヤ人に対しそのようなことを口にしたことは一切ない。と述べた。同じく1948年にはアメリカ人著述家、ウィリアム・ジフは著書ザレープ・オブ・パレスチナで、 ブラックペーパーに書かれていたような話を載せている。そこでは大きな爆発が起こる何文化、前に、ショーはホテルから逃げ出し、同僚を見殺しにしたと書かれている。ショーはまた名誉毀損の訴訟を起こした。イスラエルの弁護士は、自負の話を肯定する証拠を見つけられず、出版社は発行を停止し、ショーに謝罪した。事件当時ホテルの近くにいた、イギリスの証人はすべて、 ショーの言ったことを信じているとベサルは言う。彼らはホテルから脱出できる余裕を持って警告が送られてきたことはなかったという。また、ショーはあらかじめ爆弾について知られていなかったし、同僚の生命についても責任は存在しないと語る。唯一の批判は、ショーはレストランの営業を停止し、従業員入り口に主営を配置すべきだったというものだった。章はこれについて、 過失だったと認めている。なぜ何も行動を起こさなかったかについては、誰もが表面情勢上であるかのように命令をこなしていたし、社会生活を継続させなければならなかった。さらに成長には、ユダヤ人も多く雇われていたのに、イル軍が彼らを危険にさらす真似はしないだろうと信じて、いたからだと述べた。爆破事件から2ヶ月後、章はトリニダード・トバゴの高等弁務官に任命された。 イル軍は直ちに郵便爆弾を送りつけたがショーに届く前に解除されてしまった。武装運動中に使われたヘブライ文字をあしらったイル軍のシンボルこの事件はユダヤ人過激派とイギリス政府の溝をさらに深めた。1946年7月30日、地下組織のメンバーを捉えるためシャーク作戦がテルアビブで実行された。陸軍の四個旅団、約二万の兵士と警察が 町の周囲に非常線を張った。歴史家はこの状況を17万人の中から数人の過激派を見つけるのは、星草の山から針を探すようなものだったと記している。800人近くが拘束され、ラファフの拘置所に送られた。イギリス政府は、パレスチナのユダヤ人に対し様々な範囲で自由権を制限する法を制定した。抜き打ちの取り調べや家宅捜索、軍による、 夜間外出禁止令、検問要療割り経度、そして多くの逮捕者、法令はこのようなものを生み出した。またベギンたちの当初からの目的であるユダヤ人自身の政府を作ることからは遠ざかることになった。しかしこの法令によりイギリスの世論は委任統治そのものを問題視するようになっていった。イギリス外相ベビンは一般にシュテルンギャングとして知られている。 過激派のユダヤ人武装組織イルグン・トレヒによって実行に移されたイギリス軍への攻撃に激怒した。キング・デビッド・ホテル爆破事件まで、ハガナーは直接攻撃を少なくとどめ、その後は違法な移民活動に限定した。機密解除されたイギリスの情報ファイルによると、イルグン・トレヒは1946年にベビン自身を暗殺しようと企てていた。イルグン・レヒは事件の後、 一連の攻撃を展開した。エルサレムポストによれば、爆破事件は、イル軍とハガナーのような他のシオニストたちとの統一戦線が終わるまで存在した。その後は、敵対的な関係となっていった。イル軍の元メンバーや共感者は、イスラエルの近代史は彼らに対し偏見を持っており、ハガナーのような他のグループを好意的に見ていると、述べている。 爆破事件後も1948年5月4日まではホテルはイギリス政府に使用されていた。また第一次中東戦争から第三次中東戦争まではイスラエル軍の司令部となっていた。その後イスラエルは商業的な施設としてホテルを再び開業した。最近では幼人やセレブリティが利用している多様なイギリス政府の爆破事件に関連した。 公文書が30年ルールに従って1978年に公表された。その中には軍や警察の調査についてのものも含まれていた。報告書には調査委員会に提出された他の証拠とは矛盾する供述や結論も含まれている。ホテルのセキュリティに悪い影響を与える供述は高等弁務官と内閣に提出される前に報告書から削除された。 警察の報告ではフランス領事館は警告を大きな爆発の5分後に受け取ったと主張している。これは複数の目撃者によって否定されている。目撃者の報告では領事館は爆発の5分前に窓を開けたという。さらに報告ではパレスチナポストは爆発後まで警告を受けていなかったと主張している。この主張は報告書内にある パレスチナポストのスタッフに名による証言で補強されている。そのうちの一人は、パレスチナ警察に以前に述べた供述を撤回するよう圧力をかけられたと語っている。テロリズムの歴史について述べる文献において爆破事件は論じられてきた。そこでは20世紀最悪のテロ攻撃と呼ばれている。他方、警告が事前に行われていたこと、民間人の被害を出すつもりはなかったことから、 テロ行為とは区別されるべきという意見もある。ブルース・ホフマンは、著書、インサイドテロリズムで、今日の多くのテロリストグループとは違って、イル軍はわざと、または思いつきで民間人を対象にすることはなかった。そうではあったが、91名の死者と45名の負傷者を出したことを考えれば、ベキニ彼の擁護者の警告は出されていたという主張を持ってしても許されるものではない。 確かに、イル軍は死傷する目論ろみは持っていなかったかもしれないが、タグ見ない、大惨事を招いたという事実は残されている。その結果今日でも、爆破事件は単一のテロ事件としては20世紀における、世界でも最悪なテロ事件の一つなのである。と記した。イル軍は、テロ組織もしくは、テロ行為を行う組織と見られていた。イギリス。 1946年のシオニスト会議、そしてユダヤ機関からは、イル軍の活動は、見後には、テロリズムと認識されていたが、自由の戦士と呼ぶ者も,もいた。ベ京ンは、テロリストと自由の戦士は、区別されると主張する。テロリストは、意図的に民間人を対象に選ぶのに対し、イル軍は、民間人の犠牲者を出さないようにしてきたのだから、テロリストではないと述べる。 爆破事件60周年記念の催しで、リクウード党首のベンヤミン・ネタニヤフは、爆破事件は、軍事目標を持った、正当な行為であり、民間人に害を与えることを目的とした、テロ行為とは、区別されると意見を述べた。また彼は、想像してみてください。ハマースやヒズボラが、テルアビブの軍司令部に電話して我々は爆弾を、仕掛けた。 その地域から脱出するよう求めるというところを、そんなことはありえないでしょう。ここが違いなのです。と語った。2008年に撮影されたホテル2006年7月にメナヘム・ベキンヘリテッジセンターは爆破事件60周年を記念して会議を開催した。会議には元首相であり、後に首相に帰り咲くネタニヤフやイル軍の以前のメンバーが出席した。 爆破事件の記念碑も除幕された。そこには、イギリスにしか知り得ない理由により、ホテルは避難しなかった。と書かれていた。テルアビブのイギリス大使とエルサレムの総領事は、多くの人命が失われたテロ行為を、正しいとは思えず、記念すべきでないと考える。と抗議した。そして、テロのような行為は、それが前もって警告されたとしても、称賛すべきでは、ないと。 エルサレム市長に書き送った。また、イギリス政府は、記念碑を除去することを要求し、イギリスがホテルから避難させることに失敗したというのは、真実ではなく、爆弾を仕掛けたものを許すことはできないと指摘した。外交問題に発展しないように、クネセトの議員であるルーベン・リブリンの反対を押し切り、記念碑の文章は書き換えられることになった。英語の最終版では、 警告の電話がホテルとパレスチナポスト、フランス領事館に送られ、ホテルにいる人間は直ちに退去するよう促された。ホテルは避難せず、25分後に爆弾が爆発した。イル軍にとっては残念なことに92名が殺された。となっている。死亡者数には、アブラホム・アブラマビッツが含まれている。彼は、イル軍のメンバーで事件の際に銃撃され、傷が元で後に亡くなっている。 ありがとうございます。